こんにちは。和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今日のテーマは六度満行です。聞いたことはないです。何を六回するのみたいなイメージですね。はい、これ六度満行と言いますのは、仏教で教えられる6つの良い行いのことなんですけれども、はいはいはい、まあ、以前にですね、この仏教の根幹基礎にあたるものというのは、良い行いをしたならば良い結果が、うんうんうん、そして悪い行いをしたならば、まあ、不幸や災難といった悪い結果が起こりますよと。自分の運命未来というのは自分の行いによって決まるんですよということを話をしてきたかと思います。あの因果応報ってやつですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ですから明るい幸せな未来運命を得たいと思うならば、良い行いに努めなさいよと仏教では勧められております。まあ、良いことといってもたくさんありますので。そうですね、そうですね。え、何が良いことっていっぱいありすぎて分かんないよっていう感じはあります。はい、はい、まあ、それはあの諸善とか満行と言われます。こうもろもろの善と書きまして、はい、たくさん良い行いってありますので、はい、諸善とか、また満行というのは、満というのはよろず、はい、ですね、たくさんという意味です。たくさん、はいはい、行というのもこれ良い行いということで、まあ、一口に良い行いといってもたくさんあるんですよとこう言われるんです、うんうん、ただですね、 あんまりたくさんこれもいいことですよ、あれもいいことですよ、これもいいですよ、あれもいいですよとこう言われると、じゃあ私たちはこのたくさんありすぎて、こうどれからしたらいいんだろうか、どれをしたらいいんだろうかと、うん、こう迷ってしまわれるんじゃないかと思います。いっぱい言われすぎて分かんないよっていうのよくあって、結局全部飛んじゃうとかね、はい、ありますよね。そうですね、はい、例えばデパートなんかに服を買いに行った場合でも、まあ、何せあのデパートですから服の数も何万着とありますので、それを全部見てですね、うん、自分に合ったものを選ぼうと思ったら、もう大変な時間もかかりますし迷ってしまわれませんかね。逆に言って何も買わないとかね、はい、そうですね、そういう時に、まあ、お店の人が気を利かせてくれて、5つか6つぐらいにこの中から選ばれたらどうですかと言われたらどうでしょうか。あ、それはちょっと選ぶ気になりますね。そうですよね、はい、まあ、より選びやすくなるかと思います、はい、確かに、まあ、同じことでお釈迦さんはたくさん良いことをこう教えられているんですが、知っておきなさいっていうことではなくて、はい、当然ですけども、この良い行いをこう実行しなさいよと、やらせることが大事なことですので、まあ、それでたくさんあまりにも言いすぎると、うん、やっぱりどれをしていいかわからなくなってしまうと思われて、こう6つに良い行いをまとめてくださったのが六度満行と言われるものです。はあ、確かに、うん、6つぐらいだったらこう頭の中にこう入れておける気もしますし、ちょっと思い出す時にも思い出せる気がしますね。そうですね、はいはい、これがあの、ま、六度満行の六とか満行と言われることになるんですが、はい、六度の度というのはどういう意味かと言いますと、はい、これ昔のインドの言葉ではあのパーラミッタという言葉がありまして、はい、漢字で当てるとあのハラミツとか、はい、ハラミッタと書きまして、はい、お経なんか読んでますとたびたび出てくる言葉です。あの、なんちょかかんちょかハラミタみたいな感じで。そうですね、ですよね、はい、あ、聞く聞く、聞きます聞きます、確かに、はいはい、そのハラミッタという言葉というのは渡すとか至るという意味の言葉でして、は、はい、これは中国の言葉でドと、まあ、翻訳されたんですね、はい、でこの渡すというのはこう苦しみ迷いの世界から幸せな世界へと、悟りの世界へとこう渡すと、はい、こういう意味ですね、はいはいはい、なるほど。ですからこの6つの良い行いに心がけていきますと、苦しみ悩みではなくてこう幸せへと導かれていくんですよと、だからこの6つのことに心がけようと勧められております、うん。まあ、気になるのはその6つでなんやねんっていうあたりですよね。そうですね、はい、この6つと言いますのは不正、自戒、忍肉、精進、禅定、知恵の6つです。
聞いたことがあるのが伏せと精進と義理知恵ですね、はい、あとは分かんないぐらいな感じですね、はいはい。まあ、簡単に言いますと、あの伏せっていうのはこう与える、施すということです。自戒、はい、というのは規律戒律を保つ、守るということですね。忍肉、はいはい、っていうのはこらえ忍ぶということ、うん、精進は努力するということです。善女は心を落ち着かせ反省すると、うん、ということで、知恵というのは最後、まあ、前の5つをまとめたものでして、まあ、真理に即して生きていきなさいよと、まあ、こういうことになるんですけれども、うん、しかもですね、この素晴らしいところがですね、この6つ全部実行されてもいいんですけれども、うん、6つはなかなかできないわという方でも、うん、まあ、1つでもいいですから、この中の1つでもいいですから、自分が一番やりやすいなと、これだったらできそうだなと思うもの1つ決められて、それ一つ集中してされますと、残りの5つがついてくると、ほー、いいですね。こういうですね、いいところがあります。はあ、じゃあこうなんか一個一個ちゃんと聞いていきたい感じがしますね。はい、はい。まあ、その一つずつ詳しいことをですね、またおいおい話をしていけたらと思います。おいおいですね、はい、じゃあそれも楽しみにしたいと思いますけども、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日もご覧いただきありがとうございました。LINE アットでは講座の日程や番組情報などをお届けしていますので、よろしければご登録お願いします。